ガツの港ボルドーは、かつて港町として栄えた、ボルドーの歴史地区を指す、フランスの世界遺産の一つである。ガツの港とは、このボルドーを指す意称であり、ガロンヌ川が三日月型に湾曲した地点の南岸に沿って、発達した交易港であったことにちなむ。世界遺産登録にあたって特に評価されたのは、ルイ・ウルバン・オーベールド・トゥルニーラによって形成された。 啓蒙時代の新古典主義建築の都市計画及び歴史的建造物群が現在も良好に保存されていることである。加えてケルト時代に町が創設された古い歴史を持ちアキテーヌ公国の主婦だった。18世紀のボルドーの地図17世紀半ばからフランス革命期までが近世以降のボルドー史における絶頂期として知られている。この時期に 近代的な港が整備され繁栄を支えた。ボルドーはワインを扱うとともに、サンドマングをはじめとするアンティル諸島の植民地で生産された砂糖やコーヒー、そして奴隷なども扱った。ボルドーは植民地から買い入れた商品をドイツやオランダの諸都市に売る中継貿易によって大いに潤った。真似が描いた、ボルドーの港1730年には1000万。 リーブルに過ぎなかった植民地貿易額はフランス革命前夜の1788年には1億千万リーブル超という急成長を遂げ、なんとやマルセイユの2倍以上にもなった。貿易総額も年平均額は18世紀を通じて2億リーブル代から10億リーブル代へと成長している。大司教や安旦団、王に派遣された執政官らは都市を美しく飾り、 不衛生な沼地の郊外を干拓し、城壁を整備した。アンタンダンのトゥルニート・ブーシェは、オスマンのパリ改造に100年先んじる、都市改造を行った。建築家、アンドレ・ポワチエは、旧市街の城壁を取り壊す際に、いくつかの門を残し壮麗な外線門に変えた。つまり、ビクトワール広場のアキテーヌ門、ガンベッタ広場のディジョー門、モネ・カガンのモネ門、 ビルアカン広場のブルゴーニュ門などである。街には、ビクトルルイによって、大劇場も建てられた。ルイ15世お抱えの、建築家アンジュイコールジャック・ガブリエルは、トゥルニーの妖精で作られた公の庭園を、ボルドーの人々に気に入られる緑地や、散歩道にしようとした。また、ガブリエルは、歌詞に望むショーウィンドウとも言うべき、建造物群、すなわちベルサイユがあったの壮麗なブルス宮殿。 広場も手掛けた。18世紀のボルドーは、その近郊の出身であったモンテスキューを先駆とする、啓蒙時代において、ヨーロッパの中心都市の一つであった。その後、ナポレオンによるピエール教の建設、工業化の発展、船舶の大型化、鉄道網の発達などによって、序に衰退し、経済の第一線から退いた。登録対象に含まれる観光名所には、 以下のものがある。ブルース広場ブルース広場は、旧市街地中心部が、ガロンル川に面する場所にある。ブルース広場及び、それを半円形に囲む建物は、アンタンダンのブーシェの下で、大付建築家アンジュイコールジャック・ガブリエルによって、1730年から1775年にかけて手がけられたものである。当時の広場の名称は、王国広場である。ブーシェは、 ボルドーをガロンル川に開かれた都市にしたいと考え、右岸からやってくる人々を歓迎するような砂岩のファサードを作りたいと考えた。王国広場は中世の城壁を取り壊して作られたが、それは彼のそうした考えを反映したものである。王国広場と宮殿、フェルム館は広場の中央に配されたルイ十五世の騎馬像を囲む宝石箱のようなものと指摘とされ、 1749年に落成するや都市の繁栄のシンボルとされた。フランス革命が起こると1792年に騎馬像は溶かされ、代わりに自由の木が建てられ、広場は自由広場と解消された。第一帝政になると広場は帝国広場と解消されたが、復興世紀になると新王国広場とさらに解消された。 1828年には、広場の中央に白い中東と地球儀をいただいた、つつましやかな噴水が置かれた。7月王政が倒れた1848年に、ブルース広場と解消され、現在もこの名称が使われている。1869年には、広場の中央のモニュメントは、ルイビスコンティの設計に基づく三女神の噴水に置き換えられた。この広場は、 18世紀フランスの古典主義建築の最も代表的な作品の一つである。現在は広場の北のブルス宮殿にはボルドーの商工会議所と郵便局が入っている。南のフェルム館には関税関係の事務局と関税博物館が入っている。フェルム館の彫刻は芸術の守護神ミネルアと商業神メルクリウスを表している。2009年 ミッシェル・コラジュが設計した水の鏡が広場に設置された。大劇場1900年頃のコメディ広場大劇場はコメディ広場にある。この広場はもともとは町を守護する女神と寺の柱が立つガロローマン期の大樹会場の跡地に成立したものである。大劇場は建築家ビクトルルイによって1773年から1780年に建てられたもので、 ルネサンス様式を採用した優れた建築として史跡に指定されている。パリのオペラ座を手掛けたシャルル・ガルニエは、オペラ座を設計するにあたり、この大劇場に触発されたと言われる。ファサードは12本のコリント様式の円柱が並び、12体の石像で飾られている。その石像は、ウェノス、ユノ、ミネルーア、9人のムーサイという計12人の女神を、かたどっている。 何度か改修が行われているが、1991年の改修では、大理石や黄金を用いた本来の内装が再現されている。コメディ広場からトゥルニー広場に抜ける通りがトゥルニー通りである。これは、1743年から1757年にトゥルニーによって整備された。幅65メートル、長さ265メートルで、通りの偶数番地側には、 ルイ15専用式のファサードを持つ建物が並んでいる。それらの建物は、元は2階建てでしかなかったが、取り壊された後、より高層に建て直された。奇数番地側の建物は19世紀になって建てられた。現在の広場には、メリーゴーラウンドが設置されている。ジロンド・ハキネン・ヒペエル教官コンス広場は、アキテーヌ校の居城に由来する、トロンペット城の跡地に作られた広大な広場。 12万6000平方メートルはヨーロッパの都市広場としては最大である。広場自体は1810年から1822年に整備され、19世紀末にはジロンド派記念碑が建てられた。この記念碑はもともとフランス革命100周年を控えた1881年に企画されたものであったのだが、実際の制作は1894年から1902年に、 かけてのことであった。ジロンド派記念碑この記念碑は建築家、ビクトル・リシュ、彫刻家、シュル・デュ・ミラトル、フェリックス・シャルパンチエギュスターブ・ドブリラの着想によるものである。彼らは二つの池の中央に高さ43メートルの円柱を建てた。記念碑は第二次世界大戦中に金属の教室のために撤去された。全体が復元されたのは1983年の ことであった。ピエール橋はガロンヌ川左岸とバスティード界隈をつなぐ橋。ガロンヌ川を渡る最初の橋であり、1965年までは唯一の橋でもあった。1810年から1822年にナポレオン・ボナッパルトの命令で架けられた。12年間、大工たちは一体の流れの強さが引き起こす多くの問題に直面していた。 橋脚を据え付けることに成功したのは、イギリスから借り受けた潜水章のおかげだった。橋のアーチは17個あるが、これはナポリアン、ボナパルトの次数に合わせたものである。側面には、レンガの橋脚ごとに皇帝を記念した白いメダイオンがあしらわれている。また、三日月を組み合わせた死の紋章も付けられている。ロアン宮殿の門の飾りロアン宮殿は、 1771年から1784年に建てられたもので、大司教フェルディナン・マクシメリアン・メリアディック・ドロアンの妖精で建てられたことからその名がある。ただし、ロアン大司教がそこに住むことはなかった。第1天世期にはナポレオン用の邸宅になった後、1835年に視聴者となり、現在に至る。改修されてはいるが、大きな正面階段や、 それに続く機材区や騙し絵に飾られた大広間が18世紀、ボルドーにおける洗練された内装を伝えている。世界遺産の登録範囲にはフランスのサンティアゴデ・コンポステーラの巡礼路の一部として1998年に世界遺産に登録されているサンタンドレ大聖堂をはじめとして18世紀の都市計画以前からのボルドーの歴史を刻んでいる。 歴史的建造物群も存在する。サンタンドレ大聖堂、ペーベルラン島サンタンドレ大聖堂の名は、1440年頃に、ボルドー大学を創設した大司教にちなんでいる。彼の遺体は大聖堂の主祭団の後ろに葬られた。大聖堂自体は1 9 9 6年に、ウルバノス2世によって建造された。大聖堂は、長さ124メートルの振動を持つ、 ラテン十字形の平面図に従って建造をされている。11世紀ロマネスク様式の初期建造物は、新道内部の壁しか残っていない。王の門は13世紀前半にまで遡れるが、皇人と翼郎は14世紀から15世紀にまでしか遡れない。この建物と結びつく歴史的事件の中では、アリエノールダキテーヌトルイ7世の結婚式が有名である。 大聖堂はフランスのサンティアゴでコンポステーラの巡礼路の一部として1998年に世界遺産に登録されている。大聖堂に近接して高さ66メートルの首老であるペーベルラン島が建っている。サンミシェル大聖堂サンミシェル大聖堂は15世紀末から16世紀に建てられたゴシック様式のバシリカ式教会堂である。説教団はドラゴンを打ち倒す。 大天使ミカエルを表している。教会のステンドグラスは1940年の爆撃で破壊された。孤立した主楼は114メートルの高さで15世紀に建てられたものである。1881年には塔の下からガロローマン機の墓地やカタコンベが発見された。これもフランスのサンティアゴデ・コンポステーラの巡礼炉の一部として1998年に 世界遺産に登録されている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。明慶世界遺産水辺編パイインターナショナル、2014年、71ページ。ISBN 978から4から756245250。以上の統計は、ポール・ビューテル、近代世界商業と、フランス経済同文館。 1998年、ピアニッシモ77から79による。ボルドー主当局による登録範囲の地図ボルドー観光案内所による噴水の歴史。なお、この3女神のモデルは、フランス皇后、ウジェニー、イギリス女王、ビクトリア、スペイン女王、イサベル2世である。フランスの通りに面した番地は、奇数と偶数が互い違いに割り振られるので、 奇数もしくは偶数が通りの一方が並ぶ。トロンペット城から砲弾の射撃を邪魔する周囲の高層建築は禁止されていたが、城が取り壊された後は許されるようになった。ありがとうございます。